どうも、アンサンマーです。今回の6振りは未公開スペシャル。ちょっと前にもやったけど、カットされたシーンを勝手にまとめてゆるーく見ちゃおうってやつです。寝てるか、TikTok を永遠に見るか、お酒飲むか。あ、当てた当てた当てた優勝思春期迎える頃のなんかのこれ未公開集の話、これ未公開集の話だよ多分。さて最初は博士とのぞみちゃんの超魔界村。難しいのによく頑張ったね。未公開シーンがめちゃくちゃあったのでいくつか抜粋しました。まずは博士のオンエアシーンから。そう、あ、いいですね。あ、これジャンプだ。あ、それ待って、まずいよ。あ、待って、お前誰だお前。あ、ナイスだ。あっちあっち、バカ野郎が。この石にはね、ちょっと当たったら跳ね返っちゃうんで。あ、じゃあこれやめてください。あ、やばい、やばい、こいつ踏んでも死なないんですか。はい、博士が早速ゲームオーバーになったこの地点、ステージ1の最初も最初、2、3歩しか進んでないんだよね。というわけでスタート付近で死にまくる博士のダイジェストをどうぞ。こんな調子でダメダメな博士だったんだけど、一応カットシーンからベストプレイを見つけてきました。二十歳みたいにいいプレイは褒めてあげないとね。それではどうぞ。一旦戻って、いいですね。でこれもちょっと止まって、そうですね、そうですね、一旦全部対処、対処しましょう、はい、でも行って、やばい、行こう。あ、行かない、行こう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 、ナイス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 、素晴らしい。あ、うまい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 か、下手かで言うたらめっちゃうまい、うまいうまいめっちゃうまいめっちゃうまい、最高最高最高、めっちゃうまいめっちゃうまいめっちゃうまい、いいですよ。あ、うまい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 、思うよ。そんな博士ですが、最後はしっかりボス戦までたどり着いてます。結果がどうなったかはオンエアをご覧ください。続いてのぞみちゃんのダイジェストといきたいんだけど、それは番組の後半で。続いては5秒で答えましょうのアフタートーク集。今回もゲストの個性があふれちゃってます。まずはガッくんとひまちゃんが遊びに来てくれた回から。5秒で適当に答えたっぽいやつも意外としっかりと考えてたみたいだよ。はい、ということで、振り返っていくんですけども、ガッくん先輩、自分を植物に例えると何ですか。はい、サンスベリア。あ、観葉植物で空気をきれいにしてくれるんですよ。だからなんか社会の潤滑油的な存在でいうところはサンセビリアなのかなっていう。だから二次産の潤滑油みたいなという意味あんだ。すげえ。苦し紛れに出てきました。すごい苦し紛れベリア。苦し紛れベリアでどうにか試していただきたい。伏見さんの第一印象これってことは、あれタチヤであったんですか。
パチ屋でホールデアってなっちゃう大事にパチ屋でやったんだろうね会った時全然パチンコの味してないしパチンコやってるキャラじゃなかったんですよねそうなんだよねなんで大事だよ多分5秒だこれも5秒だから、ね、そう5秒だから 今の印象じゃないですかそれも今日の第一印象ああ今がなるほどねいいねこの初めてかもこのゲストでそのいやでも5秒だからっていう人おもろいでも深いこと言ってましたよねガックン先輩も理想の老後であのホール建設ってお答えいただいた深いかな深い俺それ鳥肌だったっすねなんでいいこと言うなって、うん、なんか好きがね形になる最終形態ですからねこれそっか、うん、今そのために貯金してますからね積み、うん、立てやって、うん、いつか出せればなって思ってるんで皆さんもぜひ遊びに来てください あ、行きます、はい、その時代にはもしかしたら忖度してもいいかもしれないからねやだよ努力がこれだよって言っていいかもしれない時代的にお店的にやばいだろ結局アフタートークもずっとパチンコの話だったね続いては魔界村に行く前のまだ和やかだった頃のトークのぞみちゃんと博士のプライベートを聞いてみましょうということでのぞみちゃん休日は寝てるか TikTok してるか ビールですってなんかすごいけどビール、まあ、そうですねちょっと別に趣味正直あんまないんで別にそんなやり込んでるゲームとかも正直ないんで、うん、寝てるか TikTok を永遠に見るか、うん、お酒飲むか楽しみは何人生の人生の楽しみは何それいや楽しいよね全然ねそんな当たり前の日常が楽しいそうだよねそうだよね それが聞きたかったよ当たり前忘れてません博士先輩が朝起きて最初にやること二度寝ということでこれは二度寝だから起きてないっすそれえでも2、3度寝普通かもねめっちゃ寝てるかも多分だけど遅刻はする人だよね多分しないよこのリアクションするぞしないよわかるよさあこれ初だったんですけど5秒で答えましょうで座右の銘でえ、あのだけだったんだけど言葉が出てこなかったのこれあの虫食い問題みたいなことえ、い、あのみたいなその間になんかあんのかなじゃあちょっと当ててくださいよいやどんな無茶ぶりだよあれ魔界村行く前からぎっすり始めてたのかさて続いては夢追いさんとちぐちゃん会のアフタートーク夢追いさんが思うちぐちゃんの第一印象と禁断のフェチトーク聞いちゃいましょう夢屋先輩の西園先輩の第一印象が根が真面目そういやそうなんかめちゃめちゃ今も一生懸命元気をやられてるじゃないですかいや元気をやられてるってやめてもらっていいですか収録中だからねちょっとやめてよそんなこと言わないで喋らないと喋らないとか出てるよねそうそうそう一生懸命やっぱね裏では多分考えてらっしゃるんだろうなっていうところが第一印象としてやっぱあったなっていうところでねまあここは多分全カットだと思うんですけどまあこれ収録終わった瞬間マジで一言も喋らなかったらマジでその後おもろいいやでもねずっと元気だから本当に確かにずっと元気本当にずっと元気あら元気出てる本当に俺なんかもう収録前めちゃめちゃ眠そうでやめとけって一言も喋りとうないみたいな顔してたのにすげえ元気だからすごい助かったんだもんだから今日だから楽しい収録になるなと思いましたちぐさ先輩が何フェチっていう回答ですねあの5秒以内に全て答えてくださったんですかこれはまだあるんですかねこれ5秒で言えるだけ言ったみたいなやっぱり人類って美しいから、はい、ね素敵なところいっぱいあるなって、はいまあ、特に言うのであればやっぱりその膝小僧とかね素敵だなーなんて膝小僧ってよくないですか、はいはい、そうチラ見えするチラ見えリズムでここがね本当に、なんか形とかあったりするんですかなんかそのそうですねまあ形っていうか年齢を指定するのであれば思春期迎える頃のなんかの少年ぐらいのこれ未公開集の話これ未公開集の話だよ多分怖だな大丈夫回ってると思ってない可能性あるお願いしますベテランベテラン、うん、ベテランちぐちゃんのリップサービス間違っても真に受けんなよ以上未公開トーク集でした続いては僕の NG シーンなんてさみんなが聞きたい聞きたいってうるさいからねじ込まれたんだぞ責任感じろよ賢い感じ出してるけどもろくって書きがパチパチあるのもダメです続いてはカットがかかっても楽しそうにんかかが多い最後はパタチが挑戦した機械音声の未公開サービスもダメです
で、あと大事なルールとして、持ち玉は一人三発。六振り対ゲストチームのもう気が済んだでしょ。また NG 集聞きたいとか、もうコメントに書くなよ。絶対に書くなよ。じゃあ気を取り直して、続いては夏祭りを楽しむ4人の未公開からじゃんけんとグルメ2つまとめてどうぞ。はい、ということで先攻後攻決めていきたいと思うんですけども、はい、はい、まあ、こっちはね、ポンピョンやりたそうなんで、じゃあポンピョンが一番最初に。そっちはどっちが先にやるんですか。まあまあ、レインさんめちゃめちゃやりたそう、うん、昨日も眠れてなかったみたいな。そんな眠れなかったんだ。うん、ぜひぜひぜひ。そのレベルか。じゃああれですかね、それをかけてちょっとじゃ、はい、じゃんけんでもしますか。そうですね。あ、そちらでね、全力じゃんけん。俺はチョキを出すぜ。了解、その場合パーでいくよ。あ、負けにいくよ。本当に本当にいく。信じるぜ。本当にいく、先輩。わかりました、はい、最初負け、じゃんけんパイ。うわ、危ない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 。何出すんすか。パーかな。まあパーですよね。チョキ出していいですか、それ。あ、いいか、勝ってもいいですか。すいません、最初負け、じゃんけんパイ。ピースを信じてよかった。正義は勝つみたいなノリ。正義は勝つみたいなノリでいかれた。いやでもグー出さなくてよかった、本当に。ありがとうだ、逆に。ああ、そうそうそう。いや、マジかよ。うわ、こんな、え、いいんですか。こんな楽しいことあります。本当だよ。食べましょう食べましょう食べましょう。じゃあ、いきますか。今日ぐらいは食べよう。いただきまーす。いただきまーす。これ夏だ。うん、夏感ある。うん、どんな感じなんですか、いちごはね、うん、めっちゃ食べやすくなってます。一粒一粒ちっちゃいから。あ、そっかそっか。めっちゃ食べやすい。甘い、いちご。それさ、色ごとにさ、味ついたりすんのかな。いや、この断層まで行くのかなりしんどいって。一個ずつボリューミーなんだ。味はどうなん、ついてるんですか、それは。すんごいよ。すごい、すごくついてる。なんか例えてほしいよね、せっかくならね。これはピンクだね、ピンクって感じだね。ん、うん、多分これはイチゴかな。あ、やっぱ味、イチゴなんだ。うん、ま、バター飴ちょっとじゃあ分けてもらっていいですか。え、ガチでガチ食ってみてほしいです、これ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、結構、ね、結構いかつい、結構いかついですよ。そうですか。え、結構いい、いかつい、このバター飴。いただきます。いかついっすよね。うん、アメリカの、アメリカのパンチあるね。パンチ結構ガツンみたいな。すごい、これ。うん、あ、勝手にたまき食べた。食べた。優勝。優勝。甘いしょっぱい、甘いしょっぱい、最高だよね。ねえ、番組ってこと忘れてないか。次は僕にもお裾分けしてよね。お待たせしました、超魔界村。博士と似たような場所で苦戦するのぞみちゃんのダイジェストをどうぞ。いつからその、いつから武器がそのアイスになった。わかんないけどアイスになって。ああ。え、なんかおしゃれしゃれが重いな。いや、逆に良くない。逆に重い。はいはいはい。あ、今。そうそう。なにこれなにこれ。待って、変な武器持っちゃった。それ真っ正面の攻撃。やばい。それね、斜めに白食いできないクソアイテムだよ、それ。ほら。どこだよ、ほら。言ってよ。言っただろうが。お前が勝手に拾い始めたんだよ、お前。やばい、ね、言ってよ。こんな調子の2人でしたが、ここで、あ、石神、はい、取れ高十分も、え、うん、取れ高プレイ OK だわ。ごめんね、わざとさっきから。うわ、見たい、先輩助けてほしいな。了解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 。ローレン先生がお手本を見せてくれる流れに。どうなの、できんのねえ。勇気てますよ。倒さないの。あ、やばいやばい。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。石神言ってない、何も言ってない何も言ってない。違う、だから始球式、はい、始球式、あ、始球式か、球式。びっくりしちゃって。だって、あのローレン先輩、今この発言を私にずっと、違う、だから一回、だからあ、だって今絡みに行って、今の、普通に消化。しっかりオチをつけてくれるローレンなのでした。
というわけで今回のロックフリはここまで。 NG ナレーションもないからね。っていうか今日もノーミスだったもんね。ほんとだよ。